今日は2月の19日か。今8時もう半になってますね。はい。まだ表面にはもうこのくらいしか出てません。まあ下にはかなり染み込んでるとは思いますけど。で、なぜ取り出したかというと、カメラはですね、これですね、これ。鳥の足跡です。ほら。その辺にちょっと鳥の糞なんかが少し見えてるように、この辺に鳥が来てるようですね。こういうやつですね、ほら。この辺は小さい鳥ですね。はい、ここから少し大きくなりました。ね。面白いでしょ。こういう足跡が ここに。ちょっと面白かそうだったんで 撮影してます。実はまた2月17日かから玄海原発から放射性廃棄物の放出をやってみたいですね。5日に、抗議の電話をしたらやめてたんですけど、また放出してます。だからまたいつやめるつもりだと電話する必要がありますね。本当に あいつら本当に舐めてるけど、まあ放出しないと原発を運転できないのかもしれませんけどね。貯める、まあ液体とか気体のそういう放射性廃棄物を貯めるタンクの容量があるでしょうから。だからとにかく運転もやめさせて放出もやめさせると、そういうことじゃないと、知らず知らずのうちに、私たちのような屋外作業者はそういう放射性物質ですねを吸い込んでいると。はい。この前、ちょっと途切れてしまいましたけど、乳幼児には本当に危険なんですよね。本当にそういう微量の放射性廃棄物でも体内に取り込んでしまって、内部被曝すると。我々大人は、まあ、それなりに、まあ、日本型食生活の、発酵食品を多く取るような食生活をすれば、それなりに害を防いで排泄できるとは思うんですけど、はい。何俊太郎先生だったかな、が言われてるように、はい。そういうことで、ちょっと 面白いそういう、鳥の足跡がありましたので、ちょっと撮影してみました。3月に入ったらもう稲の準備をする必要があるんですけど、ちょっといろいろ この前もちょっと言いましたように、いろいろ忙しくて 情報収集なんかが特に、3月初旬までには世界の体制がどうなるかの見極めがつくと思うんですけど、まだそのあれがね、状況がまだはっきりしないんで、はい。まあ、私もトランプ大統領にはそれなりに期待はしてますけど、彼が1%の B チームだという説もありますので、実際には何をやるかをちゃんと見とく必要があるんですよね。はい。それに対応する必要があるんで、はい。何でもかんでも そういうヒーローというか、そういう人に任せてはいけないということですね。まあ、彼の後ろにはアメリカの軍部がついてるみたいですけど、まあ、その軍部も、みんな、正義の味方っていうわけでもないだろうから、はい。まあ、そういうことで。はい、撮影終わります。